どうもこんにちは、今回はですねまたワークマンに行ってまいりました。で購入したのがこちらなんですけれども、フレームテックアライルフュージョンダウンモンスターパンツと、つまりですね以前紹介したモンスターパーカー、これのパンツ版となってます。でこのモンスターパンツなんですけども、カタログで見た段階ではですね買うのはどうかなっていう感じで思ってました。っていうのがこのシルエットですよね。このぶっといシルエットと、あとこの裾の絞ってある感じで、あとこの、ポケットの部分がね、なんかちょっと使いづらいんじゃないかなと思って躊躇してたんですけども、実際にね在庫があるのを目の前にすると買うしかないなと思って買ってしまいました。まあ、一応ですね試着をさせてもらって、これならねいいなと自分で納得したんで買ったというのもあるんですけども、まあ、とりあえずねこの細かいところを見ていってみましょう。このね太ももあたりの、縫製というのかななんですけども、ちょっとねキルティング調になってます。ちょっと独特なこの縫い目、この波がある感じというか、キルティングっぽいですよねという感じで、中身としてはね、すっごいねなんて言うんだろう、ダウンみたいな感じで、ふかふかな感じかっていうと、そこまででもないです。で、ポケット周りですけど、ポケットがねここに2つとここに2つあります。なので、ここの横の部分に関しては、ちょっと大物、例えばスマホとかを入れといてっていうような使い方かな。これが一つに、この普通のポケットですよね。普通のポケットと、背面のポケットというようになってます。お尻のポケットですね。反対側も同じように、横のポケットで普通のポケット、そして、お尻のポケットと、ここにカラビナとかつけられるようなところが一応ついてます。で、このベルトの部分なんですが、ここはですねある程度の調整ができるようにはなってます。これですね、ここで調整できるようになってて、ここでこうパチンと止めるタイプになってます。なので、ベルトは別途、必要ないっちゃ必要ないんですが、一応ねこんな感じでベルトループもあります。で、これが中の感じなんですけども、まずここにタグがあるでしょ。タグがあってこっちが前ですね、こっちが前になってますが、中にねブラックアルミがあるんですよ。分かりやすいようにね裏返してみました。ここにねブラックアルミがあります。これが、前で、こちらが後ろになりますが、後ろにもねしっかりブラックアルミがあります。これが、背面ポケットですね。で大体ね股のあたりぐらいまでブラックアルミがあるんですが、それから下はですね普通のこのキルティングのような感じになってます。でもだいぶ空気は含んでくれそうですからね、あったかいのはあったかいんじゃないかなと思います。ちなみに表側ですね、表側も、股のあたりぐらいまでかな、股のあたりぐらいまで、ブラックアルミがありまして、その下は、ブラックアルミはないという感じになってます。今回購入したのはですね L サイズになってます。L サイズになっているというか L サイズしかなかったからこれを買ったんですけども、ウエストがですね82センチ、また下が73センチとなっているんですが、このウエストのですね82センチというのは先ほどもねお見せしたように調整ができますので、この辺あんまり気にしなくていいかなと思います。よっぽど太すぎるということがなければ大丈夫じゃないかなと思います。でこれはですね基本的に多分冬に履くようになると思います。寒い時期に履くので、このモンスターパンツの下にですね、例えば桃引きを履いてみたりとか、もう一枚暖かいパンツを履いてみるとかですね、おそらくそういった使い方をすると思うので、自分のね通常のサイズよりかはワンサイズ、ツーサイズ上を選んだ方がいいのかなと思います。でこのモンスターパンツの特徴としてはですね、やっぱりフレームテック、防油加工ですよね。焚き火の火の粉が飛んできたりしても、少々大丈夫という作りになってますので、焚き火をするときなんかにですねいつものズボンの上に、これを履くと、火の粉が飛んでもですね、ズボンが溶けたりしないようにするというような使い方をするのが、いいのかなと思います。当然これ1枚で履いてもいいんですが、そういう使い方をしてもいいんじゃないでしょうか。あとこれパンツとしてはね嬉しい機能じゃないかなと思うんですが、洗えるというのが特徴です。洗濯できるんで、汚れたとしてもね、そんなに気にせずに使うことができます。
まあ、そういう風にね汚れても洗えたりするっていうのは汚れるのが大前提のね作業着とかで培ったワークマンの技術なのかなと思います。まあ、あと特徴としてはですね、先ほどお見せしたんですが、裏面のブラックアルミ、まあ、これもね使ってみると分かるんですが、これはね本当にあったかい工夫だと思います。さあ、まあそういうことでですね、早速これを履いてみましょう。はい、こんな感じでね履いてみました。どうでしょうか。なんかねここはやっぱ太いんですよ。太いんだけど、裾が絞ってあるのはやっぱりこの裾を絞らないと多分ね引きずっちゃうと思うんですよね。引きずっちゃうから、裾が絞ってあるんだろうと思います。 L サイズでねこんな感じです。僕168センチですが、まあ、こんな感じでね履くことができますと。でこれモンスターパンツですが、履いている靴がですねトレッドモックエコといって、これもまたワークマンのものです。まあ、悪くない感じなんじゃないでしょうか。まあ、ちょっとね太めに見えるかもしれないんですけども、まあ、冬場なんでね、冬場で履くものと考えると、まあ、そんな冬場でその着痩せするみたいな感じで考えなくてもいいと思うんで、まあ暖かいのが一番ですよ冬場っていうのはね。で今ここにねスマホが入ってます。これは楽ですね。なんかこのポケットどうなんだろうと思ってましたけど、こういう風にすぐ出し入れできるっていう面ではすごく楽だと思います。で、普通のポケットはここにあると。めちゃめちゃこのね上着が色あせてて申し訳ないんで、ちょっと違う服を着てみましょう。ズボンとしてはですねすごく動きやすいとは思います。っていうのがこの辺がやっぱね太いので、こう足を曲げる時もね全然突っかえる感じはしないです。まあ、こんな感じでね合わせてもいいんじゃないでしょうか。これもワークマンですね。ワークマンのなんだっけ、春に買ったやつなんで何ていう名前か忘れちゃいましたが、うん、全身ワークマンになってますけども、こんな感じで、でこういうちょっとね丈の長いものになってくると、余計にこの太さ、パンツの太さっていうのがねあんまり気にならないんじゃないかなと思うんですよね。すっごい細身のパンツが好きだっていう人はねあれですけど、まあ、冬キャンプをねやったことある方はわかると思うんですが、格好よりもね暖かさなんで、そう考えると、うん、今なんかねやっぱ熱がこもってる感じがちょっとしますね。実際に冬場には履いたことまだないですけども、まあ、これは暖かいのかも。さあ今度はですねモンスターパンツと、リトルモンスターパーカーです。リトルモンスターパーカーが M サイズだったかな。で今パンツは L サイズです。これはねあったかいと思う。絶対なんか審判みたいですけどね、これはこれでねいいんじゃないでしょうか。さすがに暑いですけどね今これ着てたらね。で次はですねスニーカーと合わせてみたいなと思います。裾が絞ってあるのでスニーカーで履いてもですね全然違和感ないんじゃないかなと思います。どうでしょうか。まあ、裾が絞ってあるんでね下にずり落ちるってことがないので、まあ、その辺はねすごくいいのかなと思います。最初はね裾が絞ってあるのがすごいどうなんかなと思ってましたけど、いざ履いてみるとねこの裾が絞ってあるから、まあ、履きやすいというところは確かにあるかなという感じがしますね。さあそして今年の冬にね履こうかなと思っているケベックネオです。これもワークマンの靴ですが、まあ、こういった靴であればですねもうそもそもね裾をこの靴の中に入れてしまうと思うので全然合いますよね。僕はもともとですねこうダボっとしたものが好きなんで、まあ、同じようにですねダボっとしたものが好きな方には、まあ、このモンスターパンツっていうのは、まあ、特に違和感ないかなって感じがしますね。ということで今回はワークマンのモンスターパンツをご紹介しました。シルエットによってですね好き嫌いが分かれそうなパンツでもありますし、こちらもですねもしかすると在庫があまりないものかもしれません。寒さ対策だったりとか、あとは焚き火をするときとかですねすごく便利なパンツだと思いますので、もし気になった方はですねワークマンで探してみてはいかがでしょうか。それでは